さあ本日も始まりました、青森県のサッカー情報番組、青森ゴールファクトリー。この番組のサポーターは株式会社大見村、マルキョースマイルフーズ、マル有料館、 J サポートです。そして、司会進行は私、スポーツ大好きユーストリーム侍、沼畑武之と、はい、そしてトライポッドフットサル部女子メンバー、そして八戸市石堂でカフェビーンスタークをやっております高島春菜がお送りいたします。今日はお店から初の、はい、ちょっとね、はい、雰囲気変わってますけどね、はい、今日はですね、いつもは、カスタネットからお送りしておりますけども、この、同じスペースにあります、はい、カフェビーンスタークから本日はねお送りしたいと思います、はい、ありがとうございます。はい、この番組はサッカーだけではなく、フットサル、ビーチサッカーのなどの情報もお伝えしていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。ツイッターやフェイスブックからの投稿もお待ちしております。ユーストリーム画面右側からどんどんコメントしてください。できる限り皆さんの投稿もご紹介していきますので、どんどんご参加ください。よろしくお願いします。はい、さあ今日はねちょっとライトも違いますし、はい、はい、でもいつものメンバー来てくれております。紹介していきます。まずはトライポットからヒヨティ、こんばんは。お疲れ様でございます。そして青森ゴール編集長、松坂さん、よろしくお願いします。S50 同じく青森ゴールの羽賀さん、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、なんかちょっとソファーなんかでゆったりと、そうですね、ちょっとね、はい、雰囲気が違う感じで、はい、はい、あの毎週火曜日はですね、はい、カフェお休みをいただいてまして、お、はい、なので、急遽あのお店を使って配信する時もありますし、はい、はい、たまにはね、たまにはね、こういう雰囲気もね、うんうん、いいでしょうね、はい、はい、さあということで、はい、なんかいつもと勝手が違うとちょっとそうなの、しゃべりづらいというかね、そうなんですね、ちょっと目の前にプロもいるんでね、はい、そう、私もねそれをすごく緊張してますね、はい、はい、ということで、あの酔っ払ってる、ガヤがね、ちょっといるんでね、はい、気にしないで、はい、いきましょうね。さあ、キャップ、今日のテーマは、はい、今日のテーマはですね、なんとサントリーモルツカップと、はい、いうことでですね、はい、サントリーモルツカップというと、はい、もうあれですね、飲食店の、カメラ無線、フットサルの大会です。まあ、あの飲食店が各々あのお客さんを呼んであのチームを作ってで大会やって、そこで交流を深めるような大会なんですけども、あの21日と29日あの2大会やってきましたんで、はい、まあ、そちらの模様と、はい、まあ、ヒワティさんもその大会見に来てましたしね、こう総評をこう聞きたいなと。ああ、なるほど、はい、はい、ミックス部門の、はい、はい、こちら僕も来たんですよね。場所はどちらだ、場所はどちらだったんですかね。場所はあそこ何？新田。フットサルアリーナ8階。そうですね。はい。じゃあ、まあ、早速じゃあ見てみますか。そうですね。はい。じゃあ見てみましょう。はい。じゃあ VTR スタート。どっちかってもまだまだ分かりません。残り後半守りに入ればもうちょっとやばいかもしれないですね。チロットさんが侍さん頑張ってほしいですね。どうやったこれ今日の愛犬の散歩がかかってますね。家に帰ってからそこから来るか、ほら、はい、じゃあ始めます。Thank you.
チーム18とか19とかで。そうですね、間違え、間違えですね、最後間違えて優勝チーム松坂正勝ってそうですね、はい、どうしたそんなに勝ちたいですね、はい、なんかどんな時でも勝ちたいね、はい、そうですね改めて優勝チームはどちらだったんですか。松坂正勝です。島さんですね、島さん、あ、島さんですね、はいはい、島しました、島さんが優勝ということですね、はい、おめでとうございました。そして2位が、2位が、ノーズライドさんです、ね、ノーズライドさん、はい、ノーズライドさんは強いですね、いつもね、はい、そして3位が静岡さん、静岡さんですね、はい、おめでとうございます。まあどこもねよく聞く強豪なチームばっかりで、さすがですね、うん、前のあれも静岡対ノーズライドでしたよね、決勝戦、あ、そうです、そうです、前の時ね、はい、うん、やっぱ強い、優勝チームは静岡、はい、うん、ここにあの4位になった侍っていうチームがあるんですけど、はい、イケメンばっかりだったんです、おお、確かに、あ、そう、背大きくてね、背大きくて細くて、うん、まあ、そういうとこもね、うん、勝ってほしいよね、なんかね、うんうん、女子人気もね、上がってくるよね、そうすると、はい、じゃあトラップ優勝じゃなきゃダメじゃん、あ、うちらのイケメンね、ツートップがいるからね、ここにね、はい、気がついてきた、何、はい、なんか普通にどうでした見て、やっぱりプロ部門はすごかったって言っちゃう、うんうんうん、で、ほらあの、イタチカの、はい、なんだっけ、何言ってんの、山の内くん、山の内くん、山の内くんぐらい、ほら、はい、たまたまここに来て、知ってて、うん、あ、彼いるなと思ってちょっと見てたんだけど、やっぱり全然違いますね、うん、彼ちょっと小ぶりでしょ、小ぶりってか小柄、うんうんうん、でも彼、守りはの何、守りの方でポジション的にドリブルとかもやっぱり速いし、うん、まあ、体も強いし、うん、やっぱりすごいなと思います、うん、まあ、他の人もうまいんだけど、俺特にちょっと彼のプレーをちょっと気をつけて見てたんだけど、うん、あと前聞いたほら戦術みたいなのあったじゃないですか、はいはい、それでフットサルならではのね、ピボ当て、はいはい、あれが対応してましたね、やっぱりね、キーパーからトップに直に行くという、うんうん、ピボ当ては有効なんだなと、うーん、ぜひ今度使ってみましょうと思いましたね、お、なるほど、松坂さんどうでした、今回大会目何回目になるんですか。まあ10回目ですね、10回目、2008年の9月からやったんで、うん、今でも4年になるんですけど、うん、まあ、チームも増えてきてるっていうのもありますし、うん、あとはあのマナーが良くなってきたっていう、お、はい、大
大会中やっぱりどうしてもあの勝負がかかるとどうしても荒れるんですけど、うん、もうその辺が荒れなくなってきたっていうので、うんうんうん、あと交流深めて、まあ、いろんな飲食店のお店こう回っていただけるので、はい、そこがすごいかな、うん、そうですよね。いい何かその町の活性化にもつながる大会であるから、やっぱりね、あのお店さんチーム組んでるんだ、このお店さんも出てるんだっていうきっかけが、お店に行く、ね、きっかけにもなりますし、やっぱりさ、うん、最初の頃に比べてレベル上がってると思う、はい、いや、それはもちろん、うん、はい、そうですね。あ、そう、あ、全体のレベルも上がってきてるのがね、はい、そうですね、うん、もう、最初始めてその大会がきっかけで練習をもう週2回必ずやってるチームもありますし、もうそれが継続的にやっぱり各チームさんで取り組んでるので、もうそこはもう最初に比べては全然変わってきてる部分だと思います。サントリーカップに焦点合わせで。そうですね。そうですね。大会出ると違うよね。なんか、やっぱり強くなりたいと思うしね。うちらなんかこうね。ちょっと楽しく、ね、遊ぼうっていう感じのチームだけども、やっぱ大会出ると燃えるもんね、さすがにね。やっぱりね、負けれる勝ちたいもんね。そうですね、楽しく勝ちたいというのがありますし、ね、その日になるとね、急にあれこうした方がいいよねってこう急に打ち合わせ始めたりとかするんだよね。そう、しかも俺、あのサントリーモルツカップはさ、すごい人数いるじゃない。はい、もう大会自体見てるだけでも楽しいと思います。音楽が鳴って、うん、そうそうそう、ね、音楽好きだよね、はい、いつもね、あれがかっこいいですし、うん、あとね景品とかも結構いいものがもらえるから、そうですね、うん、そうですね。もうアルコールアルコールアルコールまあまあね、冠がそうだしね、はい、うん、優勝チームはプレミアムモルツ、はい、サンケース、でまあ、シャンパン、おお、シャンパンもつくの？シャンパンもつきます。マジで？はい、へえ。で今あのサントリー製品で売ってる白州、うん、白州ね、かなりですね。え、はい、すごいね。白州も、白州も入りますよ。マジで？はい、ここじゃなくて白州、それは白州、うん、あのウイスキーでしょ、ウイスキーって言うならね、はい、美味、うん、しいやつ、はい、へえ。マジで早く行ってよ、うん、そうですね、うん、まあみんなね、飲むの好きな方が多いですもんね、大会出てる方も。うん、そうですね、うん、はい、飲食店以外のチームもでもあるんですよね。飲食店以外のチームも今はもう参加してますね、うんうんうん、はい、どんなチームが参加しても大丈夫だ。どんなチームでも大丈夫です、うんうん、はい、プロ部門とミックス部門に分かれて大体2回、はい、そうですね、プロ部門とミックスと、あとサントリー部門、サントリー部門、はい、サントリー部門はあのトラポットさんも出た、はい、あのまあお笑い部門、フレンドリーなお笑い部門、はい、カツラかぶったりとかね、初代チャンピオンだもんね、初代チャンピオン、初代チャンピオン、イエーイ、すごいよ、トラボー、そうか、そうだよね、オレンジャーでね、やったからやり通したからね、あれそれでちゃんと優勝したからね、そうあの時、なんだ、4勝1分けぐらいだよね。そうそう、でも優勝したなんて気づかないで帰ってたけど、ね、そうなんですよね。それで前ファクトリーの中でね、表彰式してもらいました。そう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 、でもまさかのゴレンジャーかぶりっていうね、うん、面白さではどうだったんだろうという、うん、かぶった天狗じゃなかった、あ、天狗が面白かった、ね、天狗のこんばんは、まあね、サントリーモルツカップだったり ね、そういうね、うん、面白いものがある、そうそう、幅広くフットサルを楽しめる大会なので、もうだあれじゃない、2日間かかりじゃ足りなくなるんじゃないよ、そろそろ、そうですね、ちょっと1週間ずっとやりっぱなしとか ね、まあ、この大会の目標が、うん、そのチームが大きくなったら、うん、チームからも少し参加費いただいて、うん、ヤベッチ FC を、うん、一緒に呼びたいと思ったんですよ。いいね。で、そこでみんながはい、ヤベッチってやった時に、うん、八戸こんなにフットサルサッカー盛んなんだよっていうのを売りにしたいっていうのがこのモルツカップの趣旨なんですけど、はいはいはい、はい、あ、そんなんだ、はい、そんな目標あったんだ、はい、ヤベッチまで繋がってるかな、ね、あ、やべっち勝手にやるけど、うん、でもね、言ってれば絶対つながりますからね、はい、やべっち、ね、もう少し見てるかもしれないね、なんとか見てもらいたいですね、誰かに紹介してもらったらいいんじゃない、はい、誰かに紹介してもらったらいいんじゃない、そうですね、コネ使って岡村これ一回聞いたんですよ、うん、スケジュール的に回らないって言われましたえ、聞いたの、あ、聞きました、マジで、はい、聞いちゃうんだね、ちゃんとその矢部っち FC テレビ関係の人に、うん、メールと電話でやったんですけど、うん、やっぱり
それ以上にスケジュールがないと、お金の問題じゃなくて。あ、そうなんだ、はい、まあね、全国いろいろなイベントがありますからね。行けばいいんだもんね、うん、あ、逆に、うん、東京でモルスカップやっちゃう、ほう、やるじゃん。みんな行きます旅費、旅費、旅費、旅費いくらなんだよ、参加料なんぼやなかなかね、はい、いや、まあ、ここから発信するのがやっぱりね、はい、意味があるからね、そうですね、来てもらうと、うんうん、これからもずっと続いていく大会で、そうですね、うん、次の大会11回大会で5年目に入るんですよ、うん、はい、なので5年目に入るっていうことで、お、10月は何かをします、お、お、次は10月の開催で、10月の大会、はい、なんだバレーとかやるの、そうですね、ちょっと路線変更で全く違うバレーやるの全然違う、脱いじゃいます、脱いじゃいます、脱いじゃいます、全裸の大会、全裸の大会、じゃあ、ピッチャーコータロー、ビキニフットサルとかいいじゃないですか、ビキニフットサルやりました、ビキニフットサルね、何のためにポロリもあるよ、ポロリしたらどうすんのよ、いや、まことはーい、まあでもすごいね、可能性のある大会でこれからもどんどん続けていくそうなので、はい、はいはい、ね、またね、じゃあ大会の時にはね、報告したいと思います、はい、はい、さあ、お次はじゃあこちらですね、お次はこのコーナー、はい、来ました、勝手に外予想は、あ、でも俺一人が楽しい、キャップ突っ走りの企画でございますからね、一、はい、人でちょっと行かせてもらうけどね、はい、はい、ね、あの勝手に外予想、ギャンブラーの私としてはですね、あの、はい、当て方をね、皆さんに伝授して、ぜひね、奥の亀を当ててもらおうとね、で、うん、これはね、ハッタリじゃないですよ、実はね、ちゃんとね、あのトトの、ホームページでもですね、この確率が出てまして、今どれだけ当たりやすいかというのが今出てます、ちょっと見てもらいましょうね、はい、いいですか、確率見てください、トトビックはですね480万分の1ですね、これあの宝くじ、皆さんが買ってるジャンボ宝くじはですね、1000万分の1ですよ、2倍以上当たりやすいというね、ちゃんと統計が出ております、はい、そして、まあ、ロト6なんかでも、まあ10、まあ、ロト6で610万分の1ですよね、うん、それに比べてもまだトトビックの方が当たりやすいと、しかも同じじゃないや、トトビックの方が6億ですから最高、うんうん、額がね、額が違います、大きい割に当たる確率が高い、はい、うん、ね、そしてもっと注目してもらいたいのはトトビックの隣のトト、私があの推薦しているトトなんですけども、トトこれ見てください、180万分の1です、うん、いいですか、うん、この当たりやすさはね、もうね、破格なんですよ、この宝くじ業界の中では、うん、ね、しかもトトは、自分で勝ち負け引き分けを当てて、うん、当てることができるので、うん、選ぶことができるので、うん、ランダムに選ばれる数字ではない、そうなんですよ、コンピューター任せではないんですよね、はい、はい、自分でちゃんと想像してて、か知ってる人間はもっと当たりやすいんです、180万分の1以上の確率で当たりやすいっていうのが、ね、うんうん、そうだね、はい、かなり当たりやすい、ね、はい、うん、ぜひね、皆さんにね、ちゃんと私が言ってるの嘘じゃない、多くみんな狙いましょうと、うん、はい、いうところです。そしてね、最近ね、私一人突っ走りすぎてですね、元の買い方がどうなのかというところを皆さんに説明し忘れてました、はい、はい、なのでちょっとね、買い方を少しね、レクチャーしようと思います今日はね、はい、ですね、トト見てください、これはですね、私いつもインターネットで買っております、で、あの楽天のね、楽天トトで買ってるんですけども、まあ、大体こういう画面が出ます、あの記入式のものもあるんですけども、記入式のものも大体こういう形になります、うん、で、まあ、この、ね、型はですね、このテンプレートは、なんていうんですか、マルチで予想するタイプのこの当選の用紙になります、はい、これね、勝ち負け引き分け、まあ、3パターンがあって、それぞれあの勝ちか負けをこうチェックしていって、でさらにダブルで買うこともできるんですけど、マルチっていうのは、
勝つけども、もしかすれば、今日今回はちょっと番狂わせあるかなというところは勝ちと負けを入れたりとかね、うん、こういうなんかこうクリックして選んでいくという形ですね。そうですね、はい、これはあれですか、クレジットカードで買うわけですね。そうです、あのインターネットではクレジットカードで買います。実際にあのチェックする形のやつは、まあ、実際お店に行ってお金払うことになるんですけども、うん、まあ、同じような用紙に、鉛筆で記入していくことになりますね、うんうんうん、はい、改めていくらなんでしたっけこれ。一口100円です、はいはい、でそのいわゆるダブルという買い方をすると、はい、それが2倍の2倍になると600円になる、はい、これね隣の表を見てもらえば分かるんですけども、ダブルいいですか、ダブルが2口増えると、まあ、これまあ200円って分かりますよね、うん、ダブルが2つになると2口が2つ増えるので400円になるんです、うん、はい、でさらにもう1口増えるとさらに2通りが、うん、4通りの2通りなので 4×2 で800円分、うんうん、はい、でさらにこれ倍で増えてきます、ダブル、はい、つければつけるほど、はい、私が推薦するのは、まあ、3200円か600円分あ600円か6400円分、はい、この辺はね、あの私の中の、ね、こう当たりやすいところですね、あの当たりやすいホットな何ですかねホットラインですこの辺を狙っていくといいと思います。ただ3200円あたりで止めておいて、でこの試合はちょっと見逃せないなというところは6400円分買ったりとかね、うんうん、というなんかちょっとこうメリハリをつけてもいいかもしれません。大体、はい、何曜日が締めで何曜日に結果が出て 何曜日にお金が来るんですか。ですね、締めは土曜日、はい、試合が開催される土曜日の、はい、普通に一般でチェックするやつっていうのは、はい、大体11時まで10時半とかの締め切りもあるので、うん、あのできればもう10時ぐらいまでに買ってください、うん、インターネットに関しては、11時、最近はですね12時過ぎまであのギリギリまで、締め切りね伸ばしてますんで、あの時間がないという方はぜひねあのパソコンからとかでも買えますんで、このインターネット、楽天ですとか、ジャパンネットバンクとか、まあ、いろいろあとヤフーとかでもありますんで、うんうん、ね、そこに登録していただければ買えるようになりますんで、うんうんうん、ちなみに今週の日曜日に行われた試合はキャップ買ったんですか。買いました、はい、結果は。結果はダメでした。あら、いやそんな毎回当たるわけないじゃないいいですか。いや前ほらあの2つ前当ててますからね私ね、はい、それ今回はどう、ね、荒れた方荒れない方。いや今回、いや前回今回はまあ荒れ的には小荒れぐらいなもんで、小荒れ、少々の荒れぐらい、まあね、2等で、まあ、2、3万のところって大体ね、小荒れぐらいでね、うんうんうん、買うポイントとするともしあの6400円分とか1万2800円分買うんであれば、うん、ですね、キャリーオーバー、うん、キャリーオーバーした次の週はでかく買いましょう、うん、じゃあキャリーオーバーしてるという情報をつかんだら、はい、その次の週の日曜日の試合を予想すると。そうですね、はいはい、そこはもう大きくかけていいと思います、うん、今回はそんなに大きくかけなくてもいい、3200円分ぐらいでもいいかなと思ってます、うん、はい、はい、これ買い方は分かりました皆さん。買い方はね、はい、こうチェックするんでチェックして、はい、チェックしてまず勝ち負けもしくは引き分けでこう予想していって、はい、でここはなーって迷うなーっていうところはダブルで買いましょう、うん、でダブルも、4つ、4つじゃない5つか5つでダブルが5つで3200円分ですから、はい、このうちの、ね、ダブルを5つ分買うって結構ね、うん、これだけでぐんと確率が上がりますんでね、うんうんうん、はい、ね、ぜひねみんな買ってみてください。はい、行こうぜ。はい、はい、あでね、大きく当てて一応パーセンテージ的に見ると勝ちはですね勝ちっていうかそうだね、1括弧1って書いてるところね、勝ちの部分、ホームが勝つ試合が、大体7割ぐらいなんですよ。じゃそれを基準に、はい、どちらがホームの試合かということも調べながらつけていくと。そうですね、あこれね買い方見ると分かります。左手側がホームです。大体、はい、だから1が7割、2が、2割さら、7割2割1割か、まあ、単純に、ね、考えると、ね、そのぐらいの散らし方が一番当たりやすいんですけども、まあ
荒れるときはね、これをガラッと覆しますからね。奥当たるときとかキャリーオーバーが発生するときはこれが覆るんですよ。例えばもう2が7割とか、なったときにはもうかなり荒れる立ち合いになりますね。その辺はね、あの個人の裁量で、今回ちょっとね、ホームのチーム全結構負けてくるんじゃないかなと思ったときにはもう負けにダダダダダと、チェック入れて、今回引き分け多いんじゃないかなとかね。もし4億とか当たったらもう来ないよ俺ここに。あ、じゃあ来なくなったら引き分け、来なくなったら怪しいなと思うよね。怪しいなと思うよね。あからさまですよ、俺わざと来るね。わざと仕事してるね。はい、ということでね、夢は、まあまあ、じゃあ次回はね、もう本当にみんなに実際にね記入してもらおうとね思いますんでね。はい、でね、あ、ごめんなさい。でね、この間私ちょっと嘘言いました。嘘っていうかね、ちょっと変わってました仕組みが。あのイエローハットさんでもうね、今日見たら買えなくなってました。あ、そうなんですね。はい。トトのそのね販売店もちょっと変わり移り変わりするので、でこの間見たらで宝くじ売り場でトトビックだけだと思ったんですけど、トトを売ってる宝くじ売り場もありましたんで、あの八戸だとあのピアドゥさんの、あのところにある。宝くじ売り場ではトトも買えますんで、はい、なってましたので、そこもぜひね買っていただければと、はいはい、思います。はい、ということで、勝手にトト予想のお時間でした。ありがとうございました。はい、はい、キャップの一人走り企画 は、はい、私この先ど、どう行くのかという、はい、私これのためだけに今日は走っていつもね、はい、あと任せた。はい、誰に、ドンキ寄り殿。じゃあまあまあ、はい、切り替えて次のコーナー参りましょう。こちら名物コーナーでございます。はい、はい、行きますか次のコーナー。はい、その前ちょっとね、はい、ちょっとね、ちょっと30分ぐらいなのでこれ入れさせてね。フットサルテルエのリフティング講座。さあお次はこのコーナー。いた、コツなんですけど、この360度のコツはできるだけボールを、首から離さない、この首の周りで回すんで、できるだけ首から離さないようにボールをコントロールするっていうところがコツになります。はい、というわけでフリースタイル都市のリフティング講座。はい、360度ってさすごいよ、すごい、首回りを一周しちゃうんだよ、ボールが。いいね、まず首が回るかというね。首が回るかね。20度しか回らないんじゃないかね。20度って少なすぎる。少な。だいたい小中は20だけどな、そうね、小中の話じゃないよね。わかりにくいよね、そこで。さあ、これ、今日どうするんですか。やってみる、じゃあ。ボールもあるね、なんかね、あそこにね。今日このためにあのスタンバイしてる人なんですかね。まあでも首だからこっちになったら、こっちに来てもらって、ここでもいいよ、じゃあここで行こうか。あ、そっか、これ動かさけないんだ。そっか、
ちょっとね、今日ね、勝手の違う場所なので、いろいろこう、みんなね、まさぐってじゃないよ。まさぐって。うちの店をまさぐらないでください。ちょっと。違います。まさぐるって何まさぐる、なんていうんだっけ、手探りじゃないし、なんだよ、これ。まさぐる。こう、いろいろこう、探ってあるんですけども、なかなか場所がね、そうですね、お店そんなに、ね、狭くもないんですけど、ちょっとね、今日は椅子とかテーブルとか並べていたので、なかなかあれなんだけれども、まあ、ちょっと無理か、360度はね、ちょっとね、厳しいかな、はい、うん、これはね、ちょっとね、みんな自宅練習していただいて、自宅練習だね、はい、この技だったらね、あの床に響かせることもないので、あ、そうですね、ね、2階のお宅でも、ね、できそうだし、うん、ね、はい、このこともできるでしょ、自分もできます、ほら、こちゃんもできる、まあ、俺もできるけど、まさか座りながらもできるって座りながら360、これ座るとダメなんだよな、 あ、そういうタイプですか、そういうタイプなの、なるほど、じゃあ今度ね、まあね、今回はちょっとあの、はい、勝手の違う場所だったので、はい、また次回ちょっとお店の方でやるときには場所用意しながらやりましょうね、はい、はい、さあね、ということで、はい、としさんのリフティング講座でした、はい、はい、さあここでちょっとね、書き込みの方を見てまいりたいと思います、はい、さあ青い神さん着席と、あ、見てますか、はい、青い神さん、ちんくんありがとう、はい、はい、お店来てね、あ、さあ来ましたね、フォルツォーレさんが、はい、来てます、フォルツ名前、あ、そうか、そうですね、フットサルプラザがフォルツォーレに名前変更しましたね、あ、なるほど、ぜひね、またあの、はい、どんどんね、いろいろ絡んでいきましょう、はい、はい、そしていつも見てくれてる松松さん、ありがとうございます、トト当てたいなとか、20度面白い、お、うん、結構松松さんはヒワティのファンなんじゃないかな、いつもね、面白いって言ってくれてるんで、ありがとうございます、ね、いつかね、番組にも遊びに来てもらえれば、はい、ということでですね、うん、はい、ありがとうございます、はい、さあということでですね、でいきますか、お次はこのコーナー、どこだこれだ、はい、今週のピックアップ記事ということでね、こちら、はい、はい、こっちだよね、そうですね、はい、はい、失礼いたしました、はい、このコーナーではですね、その1週間にありました新聞記事の中から注目すべきスポーツ記事をちょっと取り上げていこうというコーナーでございます、はい、はい、月曜日のデイリートーク、はい、今回はデイリートーク4月29日の記事からでございます、もちろんね、あ、こっちからくる失礼しました、はい、こちらの記事取り上げないとダメですね、はい、バンラーレ無傷4連勝おめでとうございます、さっき あのバンラーレ TV の方でもねお送りしてましたけれども、見事グルージャ盛岡に1対0で勝ちまして、4月28日八戸市南郷運動公園南郷競技場ですねで行われました、シュート決めたのが八戸の小林選手、これどうでした、キャップ、この試合、これは素晴らしかったですよ、もうね、あの風ビュービューの中でですね、うん、すごいんですよ、皆さんね、多分寒い中で応援もしてたしですね、選手たちもっと大変だったと思います、はい、でね、小林選手のね、こうシュートの瞬間こうスローにね、こうなんだろうね、スローモーションに見えましたね、あの瞬間でね、はい、記事の中に監督のインタビューが載っておりました、山田松一監督はしっかり集中して最後まで狙い通りのゲームができた、一体感が出てきている、ここまでの4試合を自信に変えていきたいと話しているそうです、はい、ね、楽しみだね、このまま突っ走ってほしいですよね、はい、頑張ってください、はい、はい、そしてもう一つ記事ご紹介しましょう、こちらは J リーグからです、うん、J リーグを見ないとですね、はい、はい、仙台トスと分けるってどういう意味だこれどういう意味だはい、仙台がですね、ね、
トスとですね、試合がありまして、はい、引き分けちゃいました。はい、はい、仙台ね、まあ、今季どうなの仙台、仙台中ね、中くらい、うん、もうちょこれからだよね、すべて。まあ、前半はあれでしたけどね、まあ、これからどんどん伸びていくと思いますね。はい、はい、頑張れ仙台。うん、これね、なんかあの手倉森さん、そうですね、なんか、あ、そういえばあれも載ってたよ、新聞に。みんなあのバスツアー組んで行ってるらしいね。そう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 、はい、うちのね、父親たちが企画している、はい、企画してるんですよ、実は。後援会会長、後援会会長、父親が手倉森監督、後援会会長、あのね、みんなでバスに乗って日帰りで仙台まで応援しに行ってますので。はい、これ何、みんな参加できるの？あいのってもちろん安い会費でバスに乗って行くことができます。でね、あの結構それなりにいい席にも座れるみたいなんで、うん、暑いですよ、はい、仙台のファン暑いんで、その多分その感じすごくこう八戸に持ってこれる、真似できる部分がたくさんあると思うんですよ。そうですね、決まりの応援とかってあるの？あの、ありますね。でも紙が渡されます。応援ものセリフの紙が渡されますし、まあ、でもあの行くともうサポーターだらけで、もう全然自分もやりますね。バンラレはなんかあんの、決まりの応援みたいなのはあるんじゃないかな。あるよ、バンラレとか。バンラレもあるか、あるし、あの歌とかもあるしね。うん、ね、やっぱこうバンラの男ならとかな。そんな歌だよね、違うっけ。ちょっと音程違った今。あとね、その岩下に行くとね、その地元の牛タン屋さんが牛タン弁当を出してたりとか、笹かまが食べれたりとか、その仙台ならではの食べ物もその場で食べることができるんですよ、屋台みたいなのたくさん出てて、だから県外から応援しに行っても十分に宮城を楽しめる、応援を楽しめる雰囲気になってまして ね、いいね、行きたいな。そう、時間ないかな。地下鉄を降りてからね、黄色い列がずらーっと並んでるわけですよ。うん、楽しい、その雰囲気は。いいね、ぜひね、まあまあ、仙台頑張ってほしいですね。仙台にも頑張ってもらうし、はい、まあ、八戸でも、まあ、数年後にはね、当たり前の風景になってるかと思うんでね。はい、八戸行ったら何、せんべい汁食わせるの？そうね、うん、そうね、せんべい汁と、そこにうちもなんか出店しちゃったり、いいね、なんかしちゃったり、なんかしちゃったりして、ビンスタ丼が、ビンスタ丼が、はい、ビンスタ丼、大変だ、もう頑張ろう、うん、そういう子にね、私もあのたくさんこう選手に力が与えられるように、うん、自分も頑張りますんで、はい、うん、ね、夢は広がりますね、本当で、口回ってないね、はい、キャプテン、ここちょっとなんかもう切れ気味なところなんでしょ。そうですね、電池切れ気味になって、はい、私あの火曜日がピークなんですよ。火曜日がピークで、あのトトのところでも全部ピークで使い果たしてるので、そうなんですね、あとはもう惰性でやってます。そんなこと言わないで、そんなこと言わないで、スポンサーの皆さん、すみません、あの冗談です、あの本気でやってますんで。惰性っていいとこだよ。ということで、じゃあお次はこのコーナー、はい、はい、行け、トラップフットサル部。さあ、ということでですね、はい、トラップフットサル部からは一言、部員募集中です。はい、ぜひね、皆さんね、部員、今ね、大募集中ですので、あの初心者から、初心者大歓迎、女子大歓迎で、うん、まあ、上手い方でも全然 OK です、うん、で来てください、うん、実はで今週は、うん、今週の金曜日には、うん、なんと、はい、金曜日にはですね、すごいところからすごい人が来るかもしれませんよ。お、そうなんですか、はい、あ、練習に、うん、ちゃんとコーチしてくれるかもしれないんでね、うん、はい、ちょっとね、強さもちょっとこう極めようかなと。そうだね、うん、今までどっちかというとこう楽しいだけだったんでね、うん、目的がないとダメだね、ということで、サントリーカップを目標ね、はい、プロ部門で、はい、うん、プロ部門もね、いつか出てみたいですし、うん、うちらのチームは人数が多いので、いろんなあのレベル分けができるチームでもあるので、ね、うん、ぜひそういう風に楽しみたいという方は、はい、来ていただいて、はい、いいね、まあ、
私の方にねコメントいただいても結構ですしね、あのお声かけていただければもう全然ウェルカムですので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、それだけかよ。あれ何がトランポフットサル部員募集中だけ。あ、そうか。どうだった試合。あ、試合ね。そうですよ。はい。はい、4位でしたね。はい。はい、トラップもね、サントリーカップミックス部門で4月の29日、はいはい、出場しまして、はい、ちょっとね、人数が今回は集まらなかったので、他のチームさんから助っ人をいただいた形だったんですけれども、はい、初戦がね、5対1で勝ったんですよね、はい、トラップ、うん、でそのそうなんですよ。まあまあね、最初言えば助っ人人が、ね、2人入ってくれたから、はい、はい、D ちゃんが入ってくれたね、最初ね。あ、 B ちゃん、おお、何試合か。ダーちゃんが、ダーちゃんが5試合か、5試合ぐらいやってた。予選リーグ4試合ですね、4試合、うん、4試合やっての4位、ということは一緒、 5チーム中4位、4、そう、そうですね。いや、うん、多分そうな感じ。皆さんね、今回こっちのメンバーがね、なかなか行けなかったので。そうですね、私もね、はい、ちょっとね、今ね、仕事がバタバタしてあるんですけど、すいませんね。試合に来れる人募集です。はい、はい、そうですね、はい、あら、フォルツォーレさん、はい、トラポは年会費などあるんですか。あるんですか。年会費はございません、はい、はい、一律、金曜日の夜、今はですね、金曜日の夜9時からやっておりまして、うん、で、一律800円でございます、うん、はい、年会費はございません、はい、はい、ぜひね、ご参加ください、はい、で、あの大会の時とかは、まあ、そこでちょっと積み重なったお金をですね、ちゃんと放出するためにですね、大会の方では、みんな参加費500円で、うん、やってます。でその後の、その年、会費の方、会費じゃねえや、徴収したお金の方から参加費を払ってますよね、はいはい、こういうね、チーム運営もそれぞれこういろいろ課題がある中でみんなやってると思うんですね、うん、まあ、強いチームさんもみんなどんな風にこう自分のチームを、ね、うまくまとめているのか。そうですね、それ聞きたいですね、聞いてきて、うん、聞いてきて、うん、聞いてきて、結構最近ね、一律で徴収してるところ多いけどね、聞くとね、一律1000円とか、うん、そうそうそう、うちとか800円だけど、はい、どうしても人数によってその会場代を分けることになるんで、ばらつきが出てしまうんでね、うん、で一律でやっぱりもらっとかないと、すごい人がね、少なかった時って、うん、そう、ね、ね、自腹1万円とか払ったりするからね、みんなね、うん、なのでね、はい、はい、というわけでどしどし募集中ですので、他のチームとの掛け持ちも OK ですし、はい、はい、そうそうそう、友達連れてきてくれても全然 OK ですし、もちろん一人で来る人もいますので、はい、はい、そしてあとね、女子も強化したいね、少しね。そうですね、はい、女の子はね、フットサルをやるとね、本当に肌ツヤ良くなりますから、うん、見てください、はいはい、そんな出会いでここまで、そのフットサルのつながりでここまで来てるようなもんですからね、私、はい、そうですね、フットサルで一気に変わりましたね、はい、ここに、この店があるのもフットサルのおかげ。そうなんですよね、はい、フットサルってすごいですね、はい、もうボールでみんなお友達でございますので、はい、フォルトーレさん、語っていいですかってはい、ぜひ語ってください。いいですよ、全然来てください、うん、なんかあれですね、フォルトレさん、なんかこうすごいこう楽しそうですね、今。いいですね、はい、というわけでどしどし募集中でございますので、はいはい、沼津さんのところにね、連絡くれたり、あ、そうですね、はい、ぜひメッセージでもね、Twitter、Facebook、ね、これで一回トラポ特集なんかないね。そうね、トラポの歴史を振り返るとかね、ジュニークライオンだった、うん、あ、みんな ね、うん、人呼んでね、あ、そうね、トラポ特集も今度やりますので、そうそうそう、はい、喧嘩になったりとかしてね、うん、なんだか大丈夫ですかね、はいはい、まだまだ紹介したいメンバーいっぱいいますんでね、はい、はいはい、ということでトラポフットサル部でした、はい、はい、そして、はい、あ、今日はポンポン進むね、なんかね、なんか俺間違ってない？大丈夫、はい、いきますよ、はい、じゃあ、はい、お次はじゃあ最後はいつものいきますよ、はい、さあ、はい、青森編集部のもっと言わせろ、はい、今日はね、母君、はい、残ってくれてますね、はい、はい、はい、イケメンアップ、
はい、来たか。はい、来ました。はい。さあ、今日は。はい。まあ、先ほどあの新聞のニュースでもありましたけど、バンダーレ八戸、無傷の4連勝ということで、はい、まあ、ただですね、この青森県、やはりバンダーレ八戸ももちろんそうなんですけど、はい、その他にも、はい、やはり頑張ってるチームがありますというありますね、はい、はい、でやはりバンダーレさんは、まあ、東北一部リーグなんですけども、まあ、あと青森市をホームタウンとする、はい、ラインメール、はい、青森さん、はい、そして弘前市をホームタウンとするブランデュ弘前 FC さん、はい、こちらも東北リーグ2部北が、今週先週ですね、第2節終わりまして、うん、はい、どちらもですね2連勝ということで、お素晴らしい、はい、青森熱いね。そうなんですよ。ということも青森勢は全部全勝と負け知らず今のところ、はい、全勝ですね。すごいね。一応2部北東区の順位も1位2位とおいラインメール青森さん、そしてブランデューさんという形に、すごいですね。青森勢が1位2位を占めるというのはすごいね。これは他の県にかなりのアピールができるんじゃないですかね。そうですね。さあ、これ青森ゴールが量産されたわけですね、このね、はい、今節は。そうなんです。はい、であとですね、はい、ちょっとあのもう一つ、もう一つ情報があるんですけども、こちらか、はい、うん、なんか買い替えそうか、こちらですね、東京新聞さんの記事になりました。主な、まあ、来年度から、行うことが決定しております J3 候補マップということで、はい、こちらにですね、なんとバンダーレ八戸FC さん、載っております。現在ですね、今 JFL に、まあ、加盟しているチームであったり、あとは地域リーグに、うん、所属しているチーム、まあ、こちらだと全21チーム載ってるんですけども、その中の、まあ、J3 に入れる候補ということで、はい、バンダーレ八戸FCさん乗っております、うん、この番組の中でもね、 J3 って何なんだろうっていうのをみんなでちょっとね調べながらやりましたけど、はい、いよいよこうやってどのチームが J3 になれるんだろうという名前が上がってくるということは、はい、もう本当にリアルに J3 が誕生するんだということになってきましたね。はい、はい、あ、そっか、それでね、変わってないよ、それで、はい、これですね、はい、はい、惰性でやってるわけじゃないですよ本気でやってますよ、本気で、本気で、本気でやってますよ、これね、はい、はい、青森からはね、今のところバンダーレ八戸だけが名前が出てますけれども、はい、はい、あのラインメールブランデュー1位2位になってますから、もう J3 すぐ見えてくるんじゃないかと思われます。はい、はい、そうですね、楽しみですね、また新しいリングが始まると。はい、ちなみにですね、この青森県から J リーグを目指すこの3チーム、はい、まあ、今月、まあ、4月25日に発売になりました、はい、青森ゴールボリューム21にて、はい、この3チームパーフェクトガイドと題しまして、はい、なるほど、今期の、今季の選手、そしてピックアップされた選手のですね、インタビューも3チーム載っておりますので、はい、ぜひお近くの書店さん、そしてコンビニ、キャップの顔がスポーツ店さん、スポーツ施設にて、はい、ぜひお買い求めいただきたいと思います。はいはいはい、先週もね、お伝えしました、今回3チーム詳しく選手の顔付き、プロフィール付きで載っておりますので、はい、これ一冊持ってあのサッカー応援に行くだけで、そうなんですよ、もうね、あ、今のあの選手のプレーがいいとか、はい、すごく分かりますし、はい、新しく入ったチーム注目選手のご紹介もたくさんありますので、はい、おお、かっこいいですね、ブランデューさん、取り方がね、まあ、各チーム試合日程の方も載ってますんで、はい、まあ、本当にあの会場に応援に行く際に、はい、本当に一冊持ってあの応援しに行くだけでまた違う楽しみもできるのかと思います、はい、そうですね
ぜひ、はい、よろしくお願いします。はい、改めて次の試合ご紹介します。次は5月12日に皆さんやりますね。ファンラーレ八戸が八戸市東運動公園コバルトーレ女川さんと一時キックオフです。あとはランデューラインメールさんは新日鉄釜石、こちらで青森総合運動公園一時キックオフ、はい、そしてブランデュー弘前さんも5月12日遠野市陸上競技場遠野クラブさんと12時キックオフ、はい、はい、今度は5月12日なんですね。はい、はい、そうですね。まあちょっとねゴールデンウィーク中少しね選手も体を休めて、うんうん、ねこれからの戦いに備えようというね、はい、ところでしょうね。はい、はい、楽しみですね。そうなんです、はい、5月もねみんなねどのチームも活躍見せてくれるとね、はい、嬉しいですね。はい、はい、ちなみにねさっきからのつぶやきの方でもあの紹介してくれてるんですけど、うん、八戸5月12日は海猫ダービーと言いまして海猫マラソンの後の試合になってますんで皆さんマラソンも出場してそうですね東運動公園で応援に行くと、はい、まあまあ走ろうと思えばね走っていけるんでねあそこまで走ろうとは思わないちょっとコースそれてこう、はい、山の方に行けばさ20キロやった後に、はいはい、東運動公園まで走ると去年はだってや、そうだよ走った後に見に行ったからねそうですそうですはい、私もそうでした。10キロ走った後に東海岸を応援しに行ったからね、はい、走りました。というか俺肉離れだったからね肉離れで全部走って走ったんですか肉離れしながら肉離れしながら、ユーストしながら走ったんだよ。で完走してでその足で東運動公園行って足引きずりながらすごい根性でいけたよね。はい、うん、きっとね見てる方々にも今年の海猫マラソン出るっていう方いらっしゃると思うので、はい、ぜひぜひ、はい、これあこれ紹介したっけこれまだはい、はい、そうなんでございます。はい、はい、ぜひ5月12日応援しましょう。はい、さあそしてつぶやきたくさんいただいております。はい、フォルツォーレさん、はい、さっきのね語っていいすかあの下りで、うん、今度マジェテケローと言っております。だから今度マジェテケローって喋って、はい、なんかキャラ変わったのかな、なんか吹っ切れましたはい、はい、その上からその上にもでっけえくしゃみせば魂脱げるんでねって言ってますけどね、はい、あれなんかちょっと吹っ切れた感じがあるね結構面白いですね。はい、そしてねさっきのあのバンラーレの応援の歌、あそう、ね、応援の歌についてもね、はいはい、ちゃんとね、はいはい、カシスベリーさんが、はい、歌詞をちゃんとつけてくれておりますね。バンラの男ならどうだったっけあれ今思った恐れることはない、うん、こういうのねどん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 紹介していただければどうだったっけ、はい、メロディーが出てこないんだけどね。限界なだのじゃないの、うん、そっと試合福岡大エホークスでした。はい、あの、ね、突っ込みづらいのやめてください。野球入れないです。ゴーレスプリーベース。ああ、そうこれ分かるですね。ゴーレスプリーベース。ね、松松さんとかもね、みんなちゃん知ってるんですね。えらいえらい。あ、ほら歌ってもらいましょうよ。バンラレの歌。お、あ、そうだ。バンラレの、はい、バンラレの歌なんだっけあの。パンラの男ならじゃないですか。どうだったっけ。パンラの男なら。あ、そうか。打ち戦え、恐れることはない。さあ行こうぜ。そんな感じだよね。はい、ぜひ応援特集どう応援するか。すいません、なんか勉強しましょうね。はい。はい。はい、さあ、カシスベリーさん、海猫マラソンの日だったのか、なんという偶然。はい、はい、あ、プリマサヤさん、サッカーとは関係ないですが、ゴールデンウィークの予定はって、これ何あのプライベートのことですか、これ、はいはい、皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中ですけど、どうしてますか、はい、明日、まあ、2日まで仕事で、はあ、あとは4連休ですね。おー、4連休、いいですね。今回ね、ちょっとこう前半後半分かれてるんでね、みんなどっちかで連休を取るっていう感じなんですかね。
花見したいね、花見ね。お花見ね、今一番いい時期ですから。 それこそ東運動公園も桜が、はい、すんごい綺麗なんじゃない。あ、南郷は多分今いい時期です。あれ、そうか、南郷。誰ですか、あれ、ちょっと待って、松坂くん、松坂くんがちょっとね、はい、細身な、細身な松坂くんが出てきましたね。ゴリです。ゴリです。これ髪もね、韓国風からちょっと日本風になってるね。 S50 です。ちょっと顔赤いないでしょ、うん、あ、そうなんだ。ちょっと日焼けがあって、はい、ところで、ゴールデンウィークのご予定は。ですね、毎日あれですね、子供たちのサッカーの体験があるんで、の審判やったりとか。ああ、そうか、はい、結構忙しいですね。うちの選手たちもみんなあれお手伝いできます。なるほどね、これね、はい、番組ジャックですね、これね、はい、そうなんですか。あれ、これ8時からの番組だったっけ、これ。そうですね、あ、そうでしたっけ。あ、そうですね、これ流れですね、はい。はい、コウタロ君は、はい、ちなみにゴールデンウィークは。ゴールデンウィークは、取材が、あ、ね、大会が入ってるので忙しいね、はい、忙しいね。休みなし。え、お休みは編集長。ないです。編集長です。ないです。ないです。大変だね。伸びる企業は休みなんてないんだよ。そうですね。編集長、はい、伸びたいです。それで明日から来なかったらダメだからね。もう終わりって。これ明日休みじゃん。さあ、ね、そしてですね、松政さん、私も海猫マラソンの後バンラレの上に行きます。おー、すごい。ありがとうございます。ね、あ、この間もね、ありがとうございます、ね。ありがとうございます。すごいね。すごいですね、やっぱりね、ほら。そうだよ。ね。スポーツ好きはね。そうなんだよね。うん。千人いましょう。松政さんって若い人ですか。千人やりましょう。若い人。松政さんは、いや、言っちゃっていいの、これ。あ、若い人。いや、俺らよりは若いよ。あ、そう。うん。ぜひ遊びに来てくださいね、今度。ね、遊びに来てください。さあ。お、松政さん、元中はちょっとグルージャの偵察に行こうと思います。おー、熱い。すごいね、さらに。すごい。いいですね。はい。ありがたいですね。うん。はい。さあ、フォルソーレさん。フォルソーレ。何、後輩、タッチ、いつの間に。いや、タッチじゃないですね。タッチ、はい、あ、そっか、後輩、あ、そうなの。後輩、はい、ね。あ、なるほどね、はい。ここの編集長ですから。そうですね、うん、松坂くんですよ。S50 です。押します。押しますね。サメ失神です。さあ、というわけで、はい、時間も10時になりましたね。そうですね、はい、私たちこの後ちょっとですね、久々の打ち上げということでですね、はい、喉が渇いてまいりましたね、はいはい、先に飲んでらっしゃる方もいらっしゃいますけどもね、はい、これからバタバタと準備をしますのでね。、はいはい、プリンマサヤさん向かいに来てくれませんかね。それ個人的な話です。それは携帯でやってください。それはここの公共の場で話すことじゃないからね、それはね、はい。さあ、まあ、お店の方はね、そうやってなんか飲み会とかもやれる店なので、はい、ぜひぜひ相談してもらえれば、はい、また挟んじゃった、はい、また挟んじゃった。お店の名前が、はい、カフェビーンスターク、略してビーンスタ、覚えてください。はい、ぜひね、皆さんね、いらっしゃってみてください。来ればね、はい、だいたいサッカー好きがうろうろしてますので。そうですね、はい、そうですね、もうサッカー好きは違いが多いですよ。あの、ね、尋常じゃないぐらい、あのサッカーに命かけてる奴らが、ね、集まってきますんでね、ぜひね、みんなね、夜飲んだらやばいですからね。さあ、ということでね、本日も、青森ゴリファクトリー終わりの時間となりました、はい。この放送は録画されておりますので、途中からご覧になった方、見逃してしまった方でも後から見ることができます。 Facebook ページもありますので、ぜひいいねをよろしくお願いします。Facebook Facebook ページもありますので、ぜひいいねをよろしくお願いします。うん、そんな変わらない感じだよね。すごい上手だったの。そしてこのユーストリームもぜひフォローしてください。もしかするとフォローしてくれた人だけに見れるお宝映像があるかもしれません。さあ、皆さん、また来週の火曜夜9時にお会いいたしましょう。棒読み、はい、棒読みって言われました。カメラ目線ないですか。ちょっと、カメラ見れないんだよな。カメラ J、カメラ J、カメラ J、頑張っていけるだけじゃない。
はい、今日はね、なんか楽しくたくさんのメンバーとお送りしました。映ってないメンバーもたくさんおりましたが、はいはいね、もうあのモルスカップね、またね、秋、今度、はい、秋もありますので、ね、ぜひ、ね、うん、皆さんね、参加してみてください。はい、さあ、行きますか、じゃあ皆さん。はい。行きますか、いつも通りの。はい。行きますよ。あ、なんだっけ、青森ゴール、はい、青森県ゴール、さあいきますよ、はい、はい、でそれでは皆さんまた来週の火曜夜9時にお会いいたしましょう。さあみんな一緒にさん、はい、青森ゴール。というわけでありがとうございました。ありがとうございました。この番組のサポーターは株式会社大見村、丸京スマイルフーズ、丸友旅館、 J サポートです。ありがとうございます。さようなら。さあ準備だ、飲むぞ。